輸送船やタンクローリーの確保が鍵となります。旅客機用の燃料が全国各地の空港で不足している問題をめぐり、経済産業省などは官民合同の緊急会合を開き対策を検討しました。訪日客数の回復によって需要が増えている旅客用燃料ですが、不足の背景には製油所が統廃合されて輸送の手間が増えたことなどがあり、輸送手段の確保が対策の柱になるとみられます。